今日すっごい楽しかった。俺もだよ。もう帰るのが惜しいくらい。だからさ、これからも僕と一緒にいて。じゃあ、うち来るか。え？イルカ好きか。え？え？ああ。よかった。イルカショー予約しといた。何？その先回り行動。ただ直前の予約あったから最終のショーしか空いてなくて、だからそれまでに福原の行きたかったとこ効率的に回ろっかなと思ってんだけど、それでいい？あ、うん、もちろんだよ。じゃあ行こっか。はい。初めて来たよ。へえ、綺麗。いい景色だな。うん、楽しみだね。何見よっかな。すごい、魚がいっぱいいる。本当だ。これなんだこれ。綺麗。これ、ね、これ。これ何？これ？うん。チンアナゴじゃない。あ、これがそうなの。あ、すごいいっぱいいる。かわいい。ちょっと何食べてんの。それはダメだろ。それはタチムリよ。ツノみたいな感じ。ほんとだ。見たことないの。うん。アザラシ、アザラシ。え？なんか立ってる。立ってるアザラシ。ジャンプしたら浮かぶ目ですよ。全然いるじゃんね、もう。でもアザラシは強いじゃん。はい、次。来た、ペンギン。ペンギン。岩飛びペンギン。ペンギンがいる。え、かわいい。ちょっと今の真似してみて。でんでん。すごくね。すごい。めちゃくちゃ魚がいる。え、ちょっと触ってみようかな。え、やばいよ、でもそれ。うわぁ、ちょっと。で。で、うわぁ、これ。やばぁ。足とかでっか。本当だ。すげぇ。あれ？あれ？でもできるの？篠宮くん、今日すっごい楽しかった。俺もだよ。もう帰るのが惜しいくらい。だからさ、これからも僕と一緒にいて。じゃあ、うち来るか。え？俺、今日デートのつもりだったんだけど。それに、この前のあれも半端な気持ちでしたんじゃない？あれ？
俺の初めてのキス。責任はちゃんと取る。はあ、やっぱり顔がいい。ってあっぶねえ。これ絶対言ったらダメなやつ。